皆さんこんにちは、野木田教授の YouTube チャンネルへようこそ。今回はあの、オーストラリアから日本へ、水素を、輸出するというプロジェクトの、大元の場所に来ています。ということで、ここに、川添さんがありますけれども、今回、中を、見学させていただいております。で、去年一昨年プロジェクトは完全に成功して、次の段階に来ているということで、すごいこう青空の下、この液化する場所に、来ています。でこの後液化したものを、トレーラーに積んで、港から、外に日本に輸出するということになっています。ということで、改めて皆さんこんにちは、野木田教授の YouTube チャンネルへようこそ。今回はですね、海外大学生活96ということで、人類史上初大量の液体水素を豪州から日本へ輸送するプロジェクトの現場へということでですね、先週2023年の10月8日なんですけれども、日本の経済産業省の大臣が水素フロンティアへ乗船という、政府の、ホームページなんですけれども、記事を目にしました。それによりますと、西村経済産業大臣は10月6日金曜日から10月9日月曜日まで、豪州のメルボルンを訪問し、第5回日豪経済閣僚対話に出席しました。対話ではファレル貿易観光担当大臣、ボーエン気候変動エネルギー大臣、キング資源、大臣兼北部、豪州担当大臣と意見交換などを行いました。すごいですね、オーストラリアのこう大臣、重要な閣僚と、お会いされているということなんですけれども、でそこで、その中で水素フロンティアへ乗船ということで、10月8日にはビクトリア州ヘイスティングス、港を訪れて、キング資源大臣兼、北部豪州担当大臣、豪州ビクトリア州政府、パラス財務大臣とともに液化水素運搬船水素フロンティアを視察し、乗船して、日本の、先進技術の理解をさらに深めていただきましたということなんですけれども、これはですね、ハイドロジェンエナジーサプライチェーン HESC、ヘスクというんですけれども、そのプロジェクト、日本語で言えばですね、水素エネルギー供給連鎖プロジェクトっていうんですかね、と呼ばれる、日豪で協力した水素に関するプロジェクトなんですね。で、簡単にね、この HESC プロジェクトを説明するとですね、こう日本って、エネルギー資源が乏しいので、いろいろな形態で、や手段でですね、エネルギーを継続的に安定して確保するということがすごく大切なんですね。こうよくすべての卵を一つの、カゴに入れないようにというふうに、なんか投資の世界とかでは言うみたいなんですけれども、それと同じですってですね、エネルギーも、エネルギーベストミックスというのがすごく大切なんですね。で特に、化石燃料は、石油はですね、大半を中東に依存しているのでですね、最近ちょっと油断とかいう、本も読んでるんですけど、また読み直してるんですけれども、やっぱり中東にね、全部こう依存しているので、こう液化、天然ガスであるとか石炭とかはですね、なるべく、一つの地域に依存せずにですね、世界中からこう輸入する必要があるということなんですけれども、将来のエネルギー輸入として水素も、その、一つに、挙げられるんじゃないかと、だんだん重要になってくるんじゃないかなということが、考えられます。特にですね、太陽光などの再生可能エネルギーで発電した電気というのは、
使いたい時に発電しませんので、その電気は、貯めないといけなくなりますよね、そういう電気はですね。でその、電気を貯める、蓄電する方法としてですね、まあ、水素にして蓄電するという方法が一つあるわけなんですよ。でそれとですね、まあ、石炭火力に適していない褐炭という、 こうブラウンコールっていうのがあるんですけれども、質の低い、石炭ですよね。でその石炭も、なんとかそのエネルギー源として利用することが、まあ、限りある貴重な地下資源を有効に使っていくと、いうことを考える上で、すごく重要じゃないかなということでですね、その時にですね水素として、褐炭を、水素にしてしまって、でそれで、使うと、いうことも重要になってくるということでですね、で将来水素がエネルギー源として、エネルギーとして、エネルギー源というか、水素はエネルギー源じゃなくて、水素は、エネルギーを貯める、ものなんですけれども、それを使う時にはですね、それを大量に製造して、大量に貯蔵して、大量に輸送する技術っていうのを確立しておく必要が絶対あるわけなんですよね。でもその技術というのはまだ確立してないわけなんですよ。ですからその技術を実証していくということが、将来にわたって、一つのオプションを、エネルギーオプションを作るという意味ですごく重要になってくるということで、まあ、今すぐというわけではないんですけども、将来の我々の子どもたち、孫ぐらいの世代の人たちのためには、水素をどんどんこう使えるようにしていくという、実証が必要になってくるということでですね、この、ハイドロジェンエナジーサプライチェーンプロジェクトというのは、オーストラリアの褐炭、まあ、今までは使い物にならなかった褐炭を、から水素を製造してですね、その水素ガスを、ガスのままだとすごく、まあ、パイプラインで送るっていうのはいいんでしょうけれども、まあ、離れてますから、それを一回液体の水素にして、その液体の水素をタンカーに詰めて、それでオーストラリアから日本へ輸出すると、輸送するという一連の流れを実証しようという壮大なプロジェクトなわけなんですよ。ということでですね、今回、日本の産業大臣も、乗船したので、まだいる船いるかなと思ってですね、2023年10月19日にその現場となるビクトリア州のヘイスティングスの、液化水素プラントを見学してきました。で大量の、水素の製造貯蔵輸送は人類がまだやってきて、なかったものなのですね。でその実証が、人類史上初ということで、一昨年に成功して、実際に、多量の液体水素を、日本の神戸に送って大成功したわけなんですよね。ですから後々後からこう水素の社会がやってきた時に、それが人類が初めてやった実証だったという、マイルストーンというんですかね、その記念的なものになるんじゃないかなというふうに僕は思っているんですけれども、その、成功したということで、今はですね、でその次のプロジェクト、ですから、まあ、ある程度の規模で、本当に、タンカーで送ったんですけれども、次はもっともっと多くの、水素を作って、もっともっと多くの水素をもっと巨大なタンカーで送るという、そうすることによって値段もどんどん下げられるということで、その所要への、実証を、するプロジェクトに移ってるということだったみたいです。で研究者であってですね、エンジニアである僕としてはですね、この人類史上初の実証が成功したということにめちゃくちゃ感動しますね。まあ、口で言うのは簡単なんですけども、実際に実証するのってめちゃくちゃ大変ですからね。だって、多分ね、法律とかもないんですよね。だって今まで誰もやったことないわけですから、巨大な、タンカーで、液体の水素を送るわけですよ。で
ですから多分ね、国際間の法律であるとか、いろんなレギュレーションとかいうのも一から作らないといけないんじゃないかなということなので、まあ一番初めの人っていうのは本当にパスファインダーっていうんですかね、まあ、大変じゃないかなというふうに思いますけどね。まあそういうことで、その成功したというので、ぜひこう見てみたいなということで、行きました。でタンカーのですね、水素フロンティア号はですね、その先週まではもちろん大臣を乗せてたのでいたんですけれども、僕が行った時にはもうすでに、日本に向かって出港した後なんで、港にはいませんでした。ということで港の近くにあるその液化プラントの方、液化のプラントの方を2時間じっくり、時間をかけて、全部の装置、を、説明していただきました。ですね、まあその詳細はねここで言ってもちょっとあれなんで、あれの大変なんですけれども、やはりね初めてということで全てにおいて、もう基準作りの大元となるデータとかも取れてるってことなんですかね。ですからすごいこうこれから先世界中のそのレギュレーション作りであるとかいろんなところにも貢献する素晴らしいものじゃないかなというふうに僕は思いました。でそれに携わっているエンジニアの方、これ川崎重工の方が、と岩谷産業の方ですかね。で、製造の方は、どうでしたっけ、 J パワーですね。でそれをやるエンジニアの方めちゃくちゃ羨ましいなと思ってですね、もう多分歴史に名が残りますよね、やっぱり一番初めですからね、ということで、やってもらいました。で船はですね今回乗船できなかったんですけれども、来年ニューコロンボプランで、工学部の学生を、引率して日本、特に九州大学に行っていろいろな水素の関係のことをまたやりますので、その時にですねなんとか神戸によって、僕自身も、水素フロンティアに乗船してみたいなということで、これを見ている川崎重工の方もしよろしければぜひお願いいたしますということなんですけれども、ところでですね今回は見学しなかったんですけれども、滑炭から水素を製造するプラントっていうのもですね、これはヘイスティングスではなくてですね、ラトロブバレーというまあビクトリア州の別の場所なんですけれども、でそこにあるんですけども今回は見学しませんでしたけども、その技術はなんと北九州の若松にある J パワーの石炭ガス化燃料電池複合発電の IGFC ですねの石炭ガス化の部分のプラントの、であらかじめこう実証試験をされてたものを、参考にというか元にして、なされたと。要するに滑炭を水素にするときにどういうふうにやるかというところでこの、石炭ガス化の、テクノロジーが、すごくこう重要だったということなんですよ。ですからここでもですね、日本の石炭火力の発電技術が関連してんだなということで、すごくこう感心した次第です。で、その J パワーの若松事業所に石炭ガス化燃料電池複合発電の IGFC の、凄さに豪州工学部学生たちも度肝を抜かれるという、YouTube ビデオを作ってますので、ぜひそちらの方をご覧くださいということでですね、もうちょっとこうビデオがありますので、今回見たビデオを、この後ご覧くださいということで、今回の話は終わらせていただきます。これが液化する装置ですね、だからまず、滑炭から作った水素を、ガスの状態でここに持ってきて、でそれをこの中にで、液体水素にして冷却して、でまた向こうに戻してさっきのところで、液体水素のタンクに、充填して、でそれを港まで持って行って、港の、タンカーに移すということですね。